どうもこんにちは、新大リメンバー独協大学英語学科3年の高橋鈴香です。本日はもう就活無双、めちゃめちゃ内定取りまくった池田さんに来ていただいて、1月からの動き方を聞いていこうと思います。池田さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。明治大学4年の池田智也です。本日はよろしくお願いします。お願いします。池田さん、就活そこだったって聞いたんですけど、具体的にどんな感じのとこ内定になったんですか？そうですね、7社ぐらい大手含めて内定もらって、伊藤忠テクノソリューションって IT の会社とか、 SMBC 日興証券とか、あと住友メタレックスって専門商社とか、あとメーカーとかに行った株式会社とかを含め、 JR の子会社も含めて7社ぐらいもらいました。すごいですね、舐めてます、ちょっと7社かい。じゃあ、早速1月からの動き方を教えてください。はい、ちょっとまとめたのがあるので、ぜひ見てください。おー、すごいですね、全部書いてありますね。あ、今回は旬だよりの公式 LINE と就活会議の公式 LINE を登録してくださった方に、この池田先輩のこの月ごとのとか内定実績とか、いろ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 のおすすめのサイトとか話せることもいろいろ書いてあるこの資料をプレゼントしますので、ぜひ皆さん登録の方よろしくお願いします。え、何してるんですか1月は？とりあえず2つ、ES と OB 訪問やってました。1月 ES と OB 訪問やってたんですか？はい、なんでそれは？それはやっぱ2月とか ES 早期選考とか本当に出すの多いし、OB 訪問もあんましてなかったんで、やらなきゃやばいな。で、2月から選考始まるんですね。結構2月から始まるとこ多かった。じゃあもう1月から始まるきゃやばい。1月までに ES とか完成させてないと時間なくなる。なるほど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 。まず1月、この月にようやく就活写真を撮りに行きました。はい、はい、これ何ですか？今までインターン全部自撮りだったんですよ、スマホで。なのでちょっと周りにみんなそろそろ本選考だから写真撮らないとやばいなっていう。写真撮るのってどういうところで撮るんですか？は、銀座の資生堂に行ってちゃんとしたとこで、はい、ちゃんと撮りました。あるんですね、そういうのは。あります、先生に教えてもらって。じゃあ1月はまず写真撮りに行って、はい、次何すればいいですか？で、ES を完成させた。どうやって？は、まずエピソードを考えて、自己分析して自分にどんなエピソードがあるのかっていうのをまず理解して、自分だったらチームのエピソード、個人で頑張ったエピソード、努力ができるエピソードとか、そのカテゴリーごとに1個ずつ書いてっていうのを、なんかまあ5個ぐらい、ここぐらいエピソードでイエスを書く。はい、イエスって何ですか？学知か？自己 PR？ 自己動機？あ、学知か。学知かを一番初めに固めるんですか？はい、学知か自己 PR を固めます。で、そのエピソードは自己分析をして5つぐらい作る。そうですね、で企業ごとに何を言うかって、はい、企業ごとに何を言うか変えるっていうのはどうやって変えるんですか？は、なんか企業の、それこそ OB 訪問とか、企業のホームページとか見て、例えば営業とか志望だったんで、証券とかだと割と個人で頑張るとか、向上心とかあった方がいいなっていうのはあるけど、逆に商社とかだったら、まあ個人も大事なんですけど、よりチームプレーが大事だなって言ったら、じゃあ、チームのエピソードとかとか、ホームページとか OB から聞いて、どういう力が求められるのかによって書いてあった。でも1月は ES 作るのと OB 訪問をずっと繰り返してって感じですか？そうですね、1日になんか4件ぐらい OB 訪問入れて、おじゃすってやってました。で、ES を確立するって感じですか？とか、一番聞いてたのはリアルにどんな仕事してるのかみたいな。それぐらい聞くのあるんですか？は、どんな力が必要かって分かると、それ ES に書けるんですね。そのなんか必要な強みとかを絶対 ES に書いた方が、だって、あ、こいつ業務分かってんなとか、実際なんかそういう力があるなら、じゃあどうしてもいいなみたいな思ってくれるかなと思って、もうなんか事業じゃなくて本当にその業務として何やってるかっていう。1日4人？4人が聞いてます。1月合計何人ぐらい？30、40人じゃないですか。ちょっとやばいなと思って。1月は1日どんな感じで過ごしてましたか？まだ授業があったんで、授業を受けつつ空いてる時間に、ちょっと OB 訪問を入れて、夜 ES 書くみたいな。
どんな感じですか？朝から8時で起きます、うん、で PI 1時間9時までやります。で朝ごはん食べる、うん、で10時から、まあ、授業とかあって、まあ、昼ぐらい、うん、でそこから、まあ、帯訪問 1,2,3 件ぐらい入れて、だいたい4時ぐらいで1回、まあ、運動して、で5時ぐらいから6時、7時、8時ぐらいまでいい数かけつつ友達とズームするとか感じです。それを毎日繰り返すんですか？あ、割と毎日。恐ろしい。年内に内定一応いただいてたので、なんか引き抜けてたんですよ、うんうん、だちょっとや本当にやらなきゃやばいなと思って、うん、とりあえずじゃあ OB 訪問するかって、うんうんうん、なんか大人の人に怒られた方がいいなと思って始めました。 OB 訪問 UNJ に行って、それどこから OB 訪問の相手に来てたんですか？それは3パターンあるけど、うん、大学のキャリアセンターから見つけたりとか、うん、あとアプリ、うん、ああありますもんね、名簿みたいな。そうそういう名簿とか、うん、アプリでなんかファビリーチキャンパスっていうのを使ってやったりとか、うん、あとバイトとか留学してたんで、その先輩とかに連絡久しぶりに取って、なるほどなるほど。明日からできるようでしょう、うん、で絶対 ES と OB 訪問はした方がいいなと思ってて、うん、1月ですか、うん、うん、だって3月1日に、うん、あのエントリー結構みんな始まるんですけど、うん、あそう3月までには ES 完璧にしてないと時間ないんですよ。毎日 ES 書かなきゃとか、うん、したらもうだって面接準備できてないじゃん、うん、なっちゃうし、行きたい企業もここかけてないから優先したら受けれなかったみたいななっちゃうんで、絶対2月中までには ES って完璧にしなきゃいけないんですよ。確かに。ってことはもうあと2ヶ月間しかない。そうなんですよ。で2月から書いててもなんか2月までに ES 出したら早期選考とかもあったりするんで、できれば1月までには面接もある分完成させたいんですよね、ES を。そうなんですよ。だから ES をとりあえず一旦書いて、 ES 書くって言ってもなんかいろんな項目あるじゃないですか。例えば学知科は300字でと400字と500字で作っておくみたいな、うん、なんかアップで作るんですか？絶対これは作っておけっていう。ああ確かに。で一番あれなのは ES どの科も一旦800字で書くみたいな。科目何がありますか？学知科自己 PR を800字で準備して、志望の時も400字ぐらいで準備する。挫折経験とか準備読みとか考えると思うは基本的に学知科で挫折経験がある人とか、あ自分の強みが絶対学知科に入ってるから、それはなんかもう自然的にできてくるかなと。じゃあ学知科自己 PR を800字で決めて、うん、あとは志望動機400字とかにして、うん、なんか400字だったらそれを短くすればいいし、うん、400字から800字にすると構成が崩れちゃうんですよ。受けの付け出しばっかしなきゃってなるんで、一旦800字書いてそこから必要な分だけ取ってくるようにするときちんと要素は残ってるし、伝えたことは明確だから、どんどん付け出すので一旦できるだけ書いて800で、学びいらないなってなったらもう削って、っていうふうにどんどん400字にしていくと、一つのテーマっていうのを崩れないままきちんと残るから、その削っていく作業っていうのは OB 訪問でやっていけばいいんですか？そうですね、もう OB 訪問とか多分この時期だったらその旬代理見てたから、うんうんうん、そういう YouTube とか見て、あこの人こうやってんだみたいなとか、他の人に見てもらうっていうのは結構大事な気がします、うん、で1月1週目でまず800字のやつを自分で作る、うん、で2,3,4 でどんどん削っていく。そう削っていって で1月の最後にはもう完成させるっていう、うん、のが一番いいです。なるほどなるほど。じゃあまず1月に入ったら800字で学知科自己 PR を作る。うん、気合い入ってないよってなっちゃうかもしれないですけど、とりあえずなんか友達と一緒に作るってのやつかもしれないです。うーん、どうやって、うん、大学時代やってきたこと、例えば割留学とか、うん、地方創生とか、うん、そういうのなんかゼミとか、うん、でそれぞれなんか学知科で言えそうなのピックアップして、うん、これ何やってたっけとか、あやったことを、うん、友達に聞いてもらうとか、それなんか例えばだけど同じゼミだとしても多分役割って違ってて、うん、あこの時なんかこういう風にしてくれたよねとかっていうのを言われたら、うんうんうん、とりあえず書く。ああそしたらなんか自然と話してたらなんかただ溜まってくるんだなと思って、うん、それでもいらないところを消すってくる、うん、やってました。うーん、全部一人でできなくてもなんか一緒に活動してた人とかと一緒に行ってやってました。うん、ゼミとか書けそうですか？いいです。でも書けそうな気がします。まず学知科と自己 PR に使えそうなエピソードを5ぐらいそれぞれ書いてあるんですよね、うん、10個もエピソードないんですか？まあ5個ぐらいでいいと思います。あでも学知科の自己 PR って似てたんで、うん、学知科自己 PR 含めて5個ぐらいエピソード、ああ私だったら学生団体、うん、
塾、うん、インターン、バイトとか、そう、それぞれで、うん、例えばなんかバイトだったらなんかこういうエピソード言えるなとか、逆に違うインターンとかだったらなんか違うエピソード言えるなっていうのなんかエピソードからどの強みが言えるのかっていうのを考えるのと、うん、逆にこういう強みを言いたいからどのエピソードが合うかなっていうのどっちもから考えて自分は決めてましたね。例えばなんか学知科はその本選考の時に書いたのはなんかシンポジウムのやつなんだけど、うん、SPI 対策とか面接対策とかしなくていいですか？もしできてなかったらした方がいいと思います、ね、でもなんか自分の場合は留学行ってたので、うん、1校で先輩と一緒に過ごすことが多くて、うん、自分が2年生の時に3年生の先輩と一緒に STI 練習みたいな感じで、どっちが解けるとかって、うん、ドイツで、うん、なんか移動長いんですよ、めっちゃ、うん、だから電車乗りながら先輩と STI やってどっちに STI って、うん、やることないからやってて、うん、だから STI は割となんかあんま勉強したい人もできたんだよ。今足りてないのは、うん、多分落ちる原因って ES か、うん、面接しかないね。だって SPI は割とできてるから、うん、だからそういう足りないことを練習するのっていうのが大事だ。足りないところを徹底的に保管する期間みたいな、じゃあ私みたいに SPI で落ちまくってたらこの時期は SPI の追加してやるみたいな。うん、だからなんか専攻ってさ、書類いい1時、2時、3時、最終とかってあるから、どこまで何が必要かってことを考えて、最終的には面接完璧にしたらわかるじゃん、うん、その前に SPI で ES って必要じゃん、うん、じゃまずどこで落ちてるのかって考えて、最初に落ちたら SPI なのか ES かじゃん、うん、なので、自分の場合は、まあ、毎朝1時間は SPI やってたけど、それと ES 書いてたっていうのがあるから、今何が足りないのかっていうのを考えて、多分 SPI と ES に決めばいいし、それが通ってきたら、じゃあ面接練習しようかなって。なるほど、ありがとうございます、うん。今回は1月のやつを見て、私が1月の動き方っていうのを学んだんですけど、この後の2月3月年間のスケジュールをまとめて、その月ごとに何やったかっていうのも全部池田さんがまとめてくださったので、新大学の公式 LINE と就活会議の公式 LINE を登録してくださった方にプレゼントしてますので、ぜひ皆さん登録の方よろしくお願いします。じゃあ皆さん、私もなんですけど、就活本当にあと2ヶ月しかないので頑張りましょう。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。